どうもおはようからこんばんは、とのでござる。太閤立志伝2天城相馬編、続きをやっていきましょう。さて、この伊達家でね、ついに家老となったこの天城相馬、まだ20歳ですもんね。でね、まず言うことが一つあって、積みました。伊達家としてやってて積んだわ。なんでかというと、まず足なけは前回ね、相馬さん暗殺したことによって抑え込んでいるんですよ。けれども城の兵力とか力量的にはまだ黒川城の方が上なんで、で足なけを攻撃目標として定めている限り攻めないんですよ、絶対に。ここまでやっててね、で軍馬も鉄砲も十分なんで、やっていることってね、もう上杉家とか他家への情報収集しかね、もうこの照宗さんはねやらなくなってしまったんですよね。その中でここまで出世しているし、かといって城主になるためにはある程度の勢力の広さも必要になってくるんで、出奔いたします。伊達家を出奔いたしまして、けれども東日本かで立ち回るっていうのは変えるつもりはないんで、でその中で現在勢力的に非常に大きなのが、今勢力図見ますけれども、上杉家なんですよ。北条家でもいいかなって思ったんですが、まあ原案を切ってしまったというのもありますし、で上杉家もね今勢いに乗ってまして、ここだったら家老になったらすぐパッと城主になって、で謀反を起こすことができる、かつで相馬さん自身もかなり成長しましたよね。陣形もすべて覚えて、で軍事的な技能も全部3で、さらにはもうちょいで統率も100になるんで、まあ最強対最強が実現できるかなと思って、誠に申し訳ないんですけれども、伊達家を出奔いたしまして、上杉家に鞍替えしようと思います。けれども信頼度については一旦100かな、0か100からやり直すことになるんで、上杉に仕官した後は戦に出れる侍大将まではちょっとカットしまして、そこからまた取っていこうと思います。でじゃあそのための準備をねしようと思いまして、相馬さんこれまでねだいぶ活躍しましたもんね。勢力的にも伊達家広くなったっちゃ広くなったし、暗殺もしたし、ここまで物資も豊富になって活躍したわけですから、ちょっとね大殿に会いまして、有給休暇有給休暇を取ろうと思います。そうだよな、もう情報収集しかあんたしないもんな。家臣一人消えようがあんまもう関係ないもんな。で帰宅しまして、要はね技能をねちょっと育ててから上杉家に行こうと思っているんですよね。でそうしていろいろ修行している間、お金だって貯まりますしね、だって過労だし。そこで一気に大金抱えて上杉に鞍替えする。いやみんなもうすまんな。この天城四天王、せっかくねこうしてみんなね集ってくれたというのに、同行者は変更して、まあこういう面々にはなりましたがね、やっぱり最初の家臣である岡部元信、いやまだ出立はしない、ならば最後の宴会だ。いやもう宴会費用5貫、もう全然構わない。そうだな、じゃあもう名州2本開けちゃおう。まあ2本なんでみんなちょっとしか飲めないですよね。これが最後の宴会か。時重無理するな。
出かけよう。行く場所はもちろん今日で、幸いにもね、役員先生がいるんで、体力が削られても一発で回復するという、それを利用して、上司になる条件の礼法1で、さらには、武力だったっけ、統率か、統率を100までして軍事系で最強になって上杉謙信に会いに行こうかと、というのをね考えた。ほんと積んだんだよな。伊達家としてやるのは難しいだろうな。主家乗っ取りとかうまくやればいけるかもしれませんがね。なので今日の町、そこまで進んでいって、まあ要は礼法を1上げた状態で、あとはもう上杉に仕官したらガンガン活躍すりゃいい話なんですよ。北条はね、今上杉と戦ってて、上杉の方がね、押し気味なんですよ。で、どうせでしたらね、あんまり軍神とは絡みがなかったかな。北条との絡みで言ったらもう切り合った。前も明智編あたりで何人か切っているし、今回だって一人切っていますしね。まあ、そういう間柄なんで北条の士官は一旦やめといて、上杉かな。やっぱり東北絡みというのもあるし、ほらね謙信様、上杉に士官して、果たして侍を通した山賊いいだろ、相手になってやろう。ここで死んだらそれこそバッドエンド。追い払うことできるか。ちょっとでかくなりました。そうだ。だって牽制様勝っているしね。いや、この日の元において剣の腕でこの天城相馬より上はおらぬ。ちょっと山賊さん出会ったことによって行き先がリセットされた。相馬さん止まってしまった。ちょっとエッチューなだけにエツに浸っているのかな。もう山賊を追い返せるまでなった。前最初の方ダメだった気がするな。はいや。即草ガンガン仕掛けているんで、なかなか仕事をもらえるまでは難しいような気もするな。けれども絡みで言ったら上杉謙信少ないから、ちょっとそういうところに行ってみたいのもあるし、で謀反する前提で行くんで、でしたらね、やっぱり最強対最強っていうのは、まあ、実現してもいいかなと。なので長くなるのはご了承ください。で、今日に着きました。まずはそうだね、統率100か、発行で目指していこうと思うんで、ちょっとねカットします。統率がねなかなかね上がらないんですよね。で、医療所にねだいぶ傷ついているんで、行こうとしてたら2回ぐらい妙覚寺に足を運んでしまってね。もうだいぶ病んでいるのかな相馬さん。ふらーっともうついつい行ってしまうという。いや、役員さん、私ね鞍替えしようと思います。治療はねもう一発でタダでしてくれるんで、まあ、そこで繰り返して技能の習得、まあスキルのポイントを上げないとね。基礎的な5つの能力か。岡部さんはねめきめき統率上がっていっているんですよね。で、私自身は統率は95のまんまなんですよ。で、上杉謙信を見ると統率ね99だった。ってことはその上を行くんだったらもう100にしないとダメなんですよ。寺に行って上がるのは内政と統率なんで、上がるとは思うんだがな。まあ、全部オール100にするつもりはさすがに、そこは時間がかかりすぎるんで。で、統率はね岡部さん伸びるんですよ。何、私伸びしろない、もう内政になるんですよね。で、統率って言っても岡部さんがセットで上がる。
ひょっとしたら、いやでもな、岡部の方が伸びるから私はダメみたいな、そういうのあるのかな、能力差っていうのかね。となると岡部さん岡部さんいない方がいいかもしれないな。ね、内政ばかりが上がるんですよ。いや確かに低いよ、低いのはわかるが、上げたいの統率なんですよ。日常先生のところ統率ダメなんですかね。95以上上げられないとか。岡部さん本当メキメキ伸びるね伸びしろないのかな私。で出て、そうなると南蛮の方を先に行って、まず霊峰1にして、で一旦帰って岡部さん外して一人でやってきて伸ばすとか。いや、ほらほらほら、来てしまうんですよ、ついつい。おかしいな。あれ、寺に運んじゃうな。医療所、ここね。伊達家としてやってきたことを、なんだろう、初日に、まさか、春宗から亡くなるとは思わなかったしな。ひょっとしたら、相馬さん、暗殺に絡んでいるかもしれないな。だってね、伊達家に行く前に桃地さんのところで情報収集していたでしょ。で伊達家に来て、多分面会したところで吹き矢かなんか使って毒針かなんか仕込んで、多分殺したんでしょうね。でさらには役員先生だってすぐその場に来ていたし、もうあらかじめそういうシナリオだったんでしょうね。でフロイスさん、奉仕活動手伝いって言ってもな、こうして往復しているだけだしな。なんだ、シャトルランしている気分だよな。しかも何、フロイスさんの監視？フロイスさんもなんか動こ？いや、多分こうしている間に多分フロイスさん話しているんでしょう。寝ている人とかうるせえなとか岡部さん体力ないのかな。でもね、その足でね行かない次は明覚寺だ、元信。あ、違う違う。まあ一応見ようか。大名で。で、上杉謙信。この能力なんですよ。すごいですよね。魅力だって99だし、鉄砲とラッパとか剣術はないにしても、軍学と牙はある。ワンチャン、まあ副将とかもいいのをつければいい、いけるかもしれないからね。まだ内政足らないんですね。なんか欠けておられるで、なんだろう、開業っていうのが切り替えられるとすごい強調されている気がするな。やっぱり上がるのは内政か。統率を100にしない限りは絶対に上杉謙信には勝てないと思うんだよ。何？元信、もう飽きてきたかな？君だって技能を伸ばすという、メリットもあるんですよ。医療所もう、明覚寺には行かない。行かないというか、また足を運んだりはしない。すまんねすまんね、先生。じゃあ、引き続き頑張って修行します。さて、10月の半ばになりました。でね、なんとかね、いけたわ。霊峰のスキルかな。岡部さんも学べれる。
なんか一緒に来たのにね、なんか神髄はとか言われて、いやそんなつもりはみたいな感じでしょうね。1ヶ月間。岡部さんあたりそんなつもりないのに来たのに1ヶ月あのこもらされることになるんだな。いやだがスキルは2になるから、まあ、岡部さんだってね、あのちゃんとメリットはあるから。本当に岡部さんそう思ってる、嫌がってたでしょ。いやお前な、悪いことしたみたいな言い方するなよ。いや、世話になり申した。岡部さん、霊法2本と今の。絶対悪いことして捕まってて、あの、刑務所から出てきた人みたいな感じになっているぞ。で、ま、けれどもね、目を隠しに行く。ちょっとね、年内は一旦とどまろうと考えています。さすがに霊法の指示、もうさらに上はダメでしょう。まあ、いろいろまだダメなんでしょうね。岡部さん、霊法2の態度じゃないような気がするな。確かに、あの、日常先生の言う通り、あの、神髄は多分得られないでしょうね。いいよ、神髄に至る必要はないんだ。私が、あの、100になればいい話であって、岡部さん、ついでだからね。せっかく一人で磨くのはあれだから、だったら岡部さんもっていうのでついてきてもらっているんですよ。なのに数ヶ月もこうして今日にとどまって、でしかも霊法の技能を得るためにね、1ヶ月もこもってあの修行することになるとかね、もう耳が痛いだろうな。で12月の2日、役員先生もいい加減金取るだろうな。こいつ何度もタダで。全然ね、命大事にしてないわ。限界まで修行しているもんな。もう何番は行かないから、妙覚寺に通い詰めて、で、説法を聞く。いい加減岡部さんだって統率9、今上がった私、内政か、上に行くごとにすげえ上がりづらくなるとか。内政もね、しばらく前に見るともう70を超えたんですよ。あ、でも統率上がっている。いや可能性が見えてきましたね。いやだったらちょっと変えるのを伸ばそうか。街の中でね、自分の技能を見ることができればいいですよね。今3ぐらいもう上がっているよね。出れば、出たら出たで、もういい加減戻れって言われるんですよ。内政、これは統率100まで行った方がいいな。元信、もうクリスマスイブだぞ。どれぐらい経った？今日に来てから。けど霊法は1になって、まあ1あれば城主にはなれますもんね。あとは統率100。あらあら、もう筒井参加に下ったの65年ですよ。そんなに変わらない。そんなにはね、変わらないと思う。あらあら、大和を巡って争っていた両者、筒井がどうやら松永の参加に下った。松永家とかね、士官できれば面白そうですもんね。妙覚寺、妙に覚える寺。日常さん、メリークリスマス。
ょっとしばらく南蛮通ってたから南蛮かぶれになっているかもしれないな。熱心なの私だけかもしれないな。あ、明けおめ。日常先生、明けおめ。もう何も伸びなくなったな。どうした?何、話半分で聞いてる?君ら。7月ぐらいだよな、多分今日に来たの。もしかしたら統率100いってるかもしれないから、ちょっと出てみようか。まあ、一旦回復しまして。伊達家から離れて半年近く経って、でも何も動きないんだったら絶対動かないわ、伊達家。あ、心配されなくなった。98か。外交と魅力それだけあればいけるんですね。岡部さん、武力とかはまあ60代。いえね、7月か8月ぐらいかな、一回外に出たんですよ。で、その時に心配してますよって忍者が言ってきたんですよね。もう忘れ去られたかな。けど、あと2ポイント、2ポイント上げればいいわけです。いやー、1年ぐらいね、修行するかと思っていましたけれども、こうして無事、統率武力が100、内政だって89ありますの、ありますもんね。外交と魅力はクソだが。あれ、左のは誰だろう。1あればもう切っていいですよね。超速壁か。まあいい、とりあえず、いい加減帰還しよう。でもな、帰って4月分の給料はもらってから出奔しようか。ちょうどこうして歩いているからには越後を通りますよね。なんで直江塚あの辺ぐらいで4月まで経つのを待ってで帰ろうか。元の部どうなった?お、すげえな、内政あんたも統率905まで上がったのか。いや、成長したな、元信。ただ、出奔してしまうからな、柴田勝家の時の背後家吉とか、あとは、木下藤吉郎の時の弟の小一郎の時みたいに、一緒に出奔してくれて、また、声をかけてくれるのを待ちますっていう風にはならないんだろうかね。で、酒場。多分上杉以外にもいろんな武将いそうですよね。ほら、原さんいるし。お、武将まで行ったんだ。やるね。いや、嘘だろ。そういうところ亡き信玄とか言えよ。謙信の部にだいぶ酔っているみたいですね。ババさんもそっちにいるのね。あ、ババさんまだ侍大将なんだ。主家を裏切るってことはこのババさんとかあの人とも戦うことになるんですよね。武田じゃなくて上杉としてのババさんなんで寝返ったりしてくれそうな気もするんですがね。真田とかね、どこかにいるでしょうし。ここまで来ればもうそろそろ家臣的な縛りも解除してもいいかもしれんな。絶対にね、真田とかあの辺力必要でしょう。あら、家康。高祖壁近安。
何かやるのか。何もうかなりそういう境地に至っているのかな。寺に入り浸ってもう煩悩もなくなったとか。芸術鑑賞。特に何もなかったのね。じゃああと一回酒場に寄りまして、また武将はてな、小宮山智春、言いづらいな。なんだ物頭か。まあ旧武田系やっぱり多いな。君はなんだろう、いろいろくら替えしそうなイメージだからね。尊敬する人だってすぐ変わりそうな気がする。穴山さん裏切るな。あの、私が上司になった後謀反を起こして、可能な限りはね引き抜いてやろうか。主は誰だ。ああ、わかった、わかりました、わかりました。わかります、わかります。ちょっと4月分の給料をもらおうかなって思っていただけなんで。あ、でも出てきたな。あらかじめ切るのも一つの手かもしれないな。まあ、こういうのはいいとしてね。あ、でも北条家か。こっちは徳川。なんかいろいろ入っているね。調査されているのかな。まあでも伊達家としてね、信頼度ゼロからいって家老まで行けばもう十分でしょう。三浦城あたりで取り合いになっている。君は誰だ。多分伊達家の人ですよね。田村さんか。上杉にね、仕官して下克上して上杉潰して、当初の目標である東北統一まではねやりたいんでね、多分相当長くなるでしょうね。というわけで帰宅。大殿にはまだ会いに行かない。まずは近所も本当久しぶりですよね。まずはそう。有給休暇だったからな。840巻。長い悠久だった。これも出奔のためだもんな。あ、でもね、でもね、すぐね、出奔するよ。あ、もうその日のうちはダメか。一旦帰宅して、で一日寝よう。ワンチャンじゃあ翌月まで寝て、で5月、これで表情行ってダメだったら、もし攻めるんだったらそらいいですよ。伊達家にとどまりますよ。けどどうせ情報収集とかしかしないぐらいだったらもう見限るわ。中野さんね、私ね、一回、南蛮寺行ったら、いたんですよ。なんか、宗時がいるから、もう人は間に合っていますって言われたんですよ。こいつも裏切るんじゃないのかな。いや、合戦合戦。ほらね、もうこうなるんですよ。で、情報収集になるんですよね。で、終わりという。
これは完全詰んでいると思うんで、じゃあついに伊達家しっぽん糸まごい二度聞くな。いやだったら足な攻めてくれよ。いや あなたが動こうとしないのが不満ですよ。不満だらけだよ一心上の都合。やれやれ、とりあえず家に戻るか。家臣たちどうなるんでしょうね。こんなにいい部屋に住まわせてもらっておきながらね。で次は家臣たちか。養ってはいけるがね隠居するんだ。岡部さんだけ隠居？どうなるんだろう。素直に浪人になるのかな。これ多分遠藤さんだよな。あ、みんな、なんかいろいろいるな、岡部さんとか。金上さん、あー、しなけ増えたんだ、武将。ね、こっちもね、猪苗代。まあ、そう、本来の、なんだろう、足なけに戻った感じがするな。これでまた両者争うことになるかもしれませんね。じゃあ、行き先指定で、でこちら春日山。岡部さらばだ長い付き合いには、修行としては長い付き合いにはなりましたよね。10ヶ月か11月ヶ月ぐらいは共に修行していましたよね。で信頼度ゼロ21歳の浪人。弁舌とか築城とか何か学べる人がいればいいですね。武将の情報ぐらいはね、見れると思うんですよ。で、ここが春日山。一大寺？いやでもちょっと遅いな、それは。66年はちょっと遅いぞ。そういうイベントはまだあるんですね。武将だってね、上杉謙信だっているし、で影信塾郎か、北条ね、直江景綱、ここら辺から武将か。家老以上これぐらいしかいないんだ。うわ、山形さんまでいる。で村上の息子とか、竹の俣さんどうした、体力25で、馬場さんでしょ。馬場さんには勝てるか。千坂さん剣術に、柿崎春家か、影家ではないんだ。で酒場で会った小宮山さんは騎馬1、ほうきそもいる、本庄重長もまあ強いっちゃ強いが物頭か。で平賀さん、これ武田家省いたらそんなに強くないような。上杉家謙信は相変わらずですが、ってことは出世できるのも容易かもしれないな。侍大将になれば絶対に戦には連れてってくれるからね。
次は難しそうだから忍び込んでみよう。よしよし。で、しかも相馬さん、くら替え早かったな。あ、で、そういう見た目になるんだ。よし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 、これで上杉家に仕官することとなりました。あとは次回は侍大将になってから撮っていこうと思うので、では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。